こんな感じで焼けてしまった部分はへこんでます。こいつに関しては僕の中でストーリーがございまして、結構立ち直れないぐらいのダメージを受けてました。こんにちは。今日は久々にグラキリスの動画を撮ろうと思います。この動画を撮ろうと思ったきっかけは、最近ある動画にコメントをいただいたことなんですけど、僕がグラキリスの発根管理にハマっていた時代に撮った動画の中にグラキリスを焼いてしまったっていう動画があるんですよ。で、まあその株今どうなってますかっていうコメントを、まあ、ちょっと前にいただいたんで、せっかくなんで1年ぐらい経ったこのタイミングで一度グラキリスの様子をお見せしようかなと思って撮っています。で、その動画の中では確かこっちのグラキリスとあとアデニアグロボーサが焼けましたっていう内容になってたんですけど、実はもう一株こいつも多分焼けてるんですよ。なんでその3株の今の様子をお見せしようと思います。で、結論から言うと3株とも元気にしておりまして、なんか枯れていくみたいなことはありませんでした。ただやっぱり焼けた部分の見た目って少し悪くなっておりまして、グラキリスでいうとまだへこんだまんまですし、アデニアグロボーサは表面の皮膚が変色してもう緑ではなくなってしまってます。で、まあ具体的にどんな感じなのかっていうのは一つずつお見せしていきます。まず一つ目こちらです。これが僕が初めて焼いてしまったグラキリスなんですけど、こんな感じで焼けてしまった部分はへこんでます。で、これなぜ焼けてしまったかというと完全に西日のせいやと思ってるんですけど、普通に直射日光が当たるような場所だと去年も外にいっぱいグラキリス並べてたんですけど全部大丈夫やったんですよ。ただ西日がガンガンに当たる場所にこいつを置いてしまっていて、皆さん西日が強いっていう噂ってたまに聞くと思うんですけど、もうあれマジの話なんで気をつけてください。どのタイミングの光を西日っていうのかは僕正確には分かってないんですけど、多分夕方あたりで直射日光がガンガン当たるような場所に置いてると、まあ、植物ってかなり焼けるリスクが高まるのかなって思ってます。で、ちなみにグラキリスは今こんな感じで、まあ、へこんだ状態になってるんですけど、もしかしたら多少はなんか膨らんできてるんかなとも思います。今現状こんな感じになってて、まあ、まだへこんだままではあるんですけど、もしかしたら、まあ、去年の動画と比較したら少しは膨らんでる可能性もあるんかなと思ってます。比較はしてないんで僕も動画を見返して後で、まあ、膨らんでるかどうかは確認しようと思ってます。当時あげていたグラキリスを焼いてしまいましたっていう動画と、まあ、この動画のグラキリスを比較したら焼けた場所が膨らむのかどうかとか、まあ、1年でどんぐらい回復するのかとか、なんとなく参考でわかるのかなと思うんで、ぜひ見てみてください。次、2株目の焼けたグラキリス、こちらです。これも焼けたタイミングとしては同じぐらいの時期で、でかつこいつも西日にやられてます。こいつに関しては僕の中でストーリーがございまして、こいつはヤフオクでベアルートの状態で購入したんですけど、少し鮮度が悪い状態で届きまして、まあ、結構発根管理に手こずったんですよ。で、最終的に胴切りみたいな感じになりまして、もう半ば諦め状態でずっと鉢に刺したまま放置してたんですよ。で、これも僕バカなんで西日が当たる場所にこいつを放置してたんですよ。まあ、そうしたら気づいたらこんな感じで焼けておりまして、で、まあ胴切りやし全然発根せんし、こんな感じで焼けてしまったし、もうこいつダメかなと思って鉢から抜いたんですよ。そうしたら奇跡的に発根してまして、まあ、胴切りの株が発根したって結構僕の中では嬉しい出来事やったんですけど、それと同時にこんな感じで焼けてしまってたんで、プラマイゼロぐらいな感じで僕はこいつの発根をあんまり心から喜べなかったんですよ。まあ、そんな僕の中では思い入れがあるこのへこんだグラキリスなんですけど、こいつは今んとこあんまり膨らんでくる様子はなく、こんな感じで平らになってます。で、もともとこいつまん丸でこんな感じで枝の数も多かったんで結構気に入ってたんですけど、まあ、残念ながらこんな感じで焼けてしまって平らになったんで、もう今でもこのプラ鉢にずっと埋まってる状態です。で、胴切りした状態で発根してたんで、当時結構根がちょろちょろしか生えてなかったんですよ。なんで今どういう状態になってんのかって結構気になってるので、そのうちこいつの根の状態は確認したいなと思ってます。で、ついこいつはグラキリスじゃないんですけど、うちで焼けた株3つ目です。こちらがアデニアグロボーサということで購入した株です。こいつもベアルート状態で購入して自分で発根させて、まあ、この鉢に植え付けたんですけど、でこいつは1株目に紹介したグラキリスと同じ日の同じ時間帯に焼けております。で、あの日は本当に僕自分で発根させてめっちゃ大事にしてた株2株焼いてしまって、
結構立ち直れないぐらいのダメージを受けてました。でアーデニアグロボーサに関してはへこむとかはなく、こんな感じで表皮が死んで色が抜けてしまうっていう状態になってます。でこれ内側どうなってるのかちょっと気になって、一箇所だけちょっと皮を剥いてみたら内側は全然大丈夫でした。なんか新鮮な感じでした。なんで表面の皮の部分だけカリカリになって死んでるんかなと思います。こいつも焼けたものの結構元気に成長していってます。で以上の3つが焼けた株になるんですけど、まあ、せっかくなんで他の僕のお気に入りのグラキリスでもお見せしておきます。こいつが1つ目の僕のお気に入りのグラキリスです。これめっちゃ小さくて丸くて可愛いです。これかなり気に入ってるんで徒長しないようにしっかり光当てるようにしてます。グラキリスって僕の経験上日照条件が良くない場所でガンガン水をあげてしまうとすぐに枝が伸びていってしまうようなイメージがあるので、しっかり日が当たる場所で管理するっていうのは最近気をつけてます。でまあ梅雨とかであんまり光が当たらないような状態になってる場合は限りなく水を切るようにしてます。まあ、その間できる限り成長させないような状態にしてます。で2つ目のお気に入りの株こいつです。この動画内でお見せしてるグラキリスは基本僕ベアルートで購入して自分で発根させてるんですけど、こいつだけ唯一発根した状態で買ってます。こいつもまん丸でポテッとしてるのでお気に入りです。次こちらです。これが今うちにあるグラキリスの中で僕一番気に入ってるかもしれないです。こいつはまん丸なボディに綺麗に枝が3本ぐらい生えてるんですけど、まあ、一番気に入ってるポイントはこのボディが柄みたいになってるところです。この模様みたいになってるのが結構気に入ってます。どの角度から見ても違う柄になってましていい感じです。で最後お見せする株がこちらです。これは別にお気に入りでも何でもないんですけど、まあ、特徴的な形をしてます。意味わからんぐらい硬いし、何のためにそんな硬いのかもちょっとわからないし、本当に意味がわからない株です。でまあそんな硬いグラキリスも今こんな感じで綺麗な花が咲いてます。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらぜひともチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では